どうもジョナオです。どうもジョナオです。どうもジョナオです。よし。ということで皆さん、はい。ちょっと嬉しそうですね、なんか。ちょっと今日は嬉しいこといっぱいですよ。まあ、時代はやはり、はい、ペーパーレス化なわけです。はい。はい。ペーパーレス化。やはり時代はデジタルというわけですよね。はい。いつまで経っても紙にこだわって、はい、ずーっと紙とペン。あかんやろ。ああ。動画だったり、こう、ムービーに移行してるわけですよ。ああ、なるほど。データ媒体で。データ媒体なんですよ。はいはいはい、ということで、今回ですね、私、はい、二次試験の問題を、イラストだけで作ってきましたー、やばない、これ。頑張ったよ。意味わからんねんけど、ちなみに。すごいですね。なんかな、想像すごいよ。もう、非言語です。何がイラストで再現できるかっていう、策定がもう、問題策定の段階でかなりかかりました。なるほど、なるほど。ほんまに、今回はだから、チーム戦です。俺対みんな。ああ、そういうこと。ああ、なるほど。ちなみに個人戦でキムが一番できましたとかそういうことではないわけ。そういうことじゃない。みんなで解いてもらいます。ああ、わかりました。あなた以外の3人模験ですから。模験ですから。模験ですよ。あなた以外模験ですから。模試験9回ですから我々は。じゃあもしよかったら画面の前の皆さんもぜひ解いてみてください。じゃあ行きます。というわけで、アナデル、スペシャルネクスト。そういえば、そういえば、そういえば、なんか違う。やらなければよかったあの企画。じゃあ行きますよ。はい、はい、ちなみに解くのは紙なんですか。解くのはもう紙です。解くのは紙です。はい、行きます。はい、一問目。はい、こちらです。やばすぎこの問題。いや、今の情報量なすぎた。第2問いったこれ第2問いったこれ問い1です。これが、今のが、今設定があって問い1が流れましたよ。いやー、はぁ、やーばぁ。今のやばくない？やばいっすよ。今のやばくない？さすがに。ぜひ何回でも見ていいってことでしょ。一個一個もう何回も問題ない。いや、でも、確かに。チキンところあるじゃないですか。チキンところ。これ。はい。これ、よく見てください。A と B なんですよ、これ実は。何ですか？これが A、これが B なんですよ。あ、おぉ、ほんまや、ほんまや。あ、これもしかして三乗二乗。ほう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 。これ八足すですよ。足すやんな、これ八リップ。一は…イコールだと思います、多分。あ、イコールか。 Y イコール Y イコール X 三乗プラス X 二乗プラス。あ、X 三乗だって C ですね、これ。おっと、いける。だから最後、カッコ1あれですよ。 A と B を C で表すじゃないですか。ちょっともう一回、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 これ何これ。これ問い1。問い1。あ、そういうことね。あ、言っちゃった、言っちゃった。 A と B を C で。あ、確かに、ほんまや、そうや。動く必要ないんだよな。ほんまに視覚的情報が強すぎて。丸？え？これが、うそ、ぶ C？ あ、C は大きい。 C は大きい。で、消えて。え、これなんすか。ちょっと待って、 X バー。いや、これ上、なんか、あ、これ関数じゃん。ここ接して、接したところ。あああうわぁ、なるほど。接したところ、 C コンマ出るの。 C コンマ出るの。あ、そうだ、わかった。だって、これここの状態で横向いてるから、これ X 軸だ。そうなんすか。やりましょうか。やっときましょうか。さあ、どうかな。伝えんのがうまい。うまい。なるほどね。なるほどね。いや、X 軸の解釈見ました。これってでもさ、ここで10回持つってことは、簡単っすよ、多分。普通に X 引く C の2乗と X 引くアルファ。じゃあ皆さん、答えは何でしたか。A がマイナス 2C プラス C 分の1、 B が C の2乗マイナス2と、合ってますか3人。はい、はい、この答え正解。よし。
白いクイズをたどり着きました。一回目ザーって流し見した時全く分からんかった。そうですかね、ま、ちゃんと見たら、うん、分かる。ちゃんと見たらよく見たら分かるんだ。というわけでこれね、実はこれ九州大学の問題です。まあまあまあ各1っすかね、まだ。はい、じゃあ次いきますよ。はい、2問目続きです。え、待って待って、はいくらやんな。まあそうですね、面積が最初になるような気がする。面積が最初か、早っ。終わった。え、面積が最初、ここの部分の面積ができるじゃないですか。ここで最初になるようなシステム。早っ早っ早っ。解釈がこの辺やな。あそこは面積ね。そういうことや、そういうことや。売り地の方に情報引き受かりだ。これで小さくならないで。やろうか。すげえ。なるほど。さし。なるほど。さし。お前らさ、このイラストやクイズやってた。いや違う、俺じゃない。俺は分かってなかったから。やってたお前。この人が。でもこの問題クソ簡単ですね。あれっす。え、もう出た。出ました。早っ。早すぎん。早くね。そんな早いの。はい。すげえ。え、これ多分12分の1公式使ったら一瞬なんで。あ、そうや。はい。俺それ分からんから。裏技的なのを知ってると、もうほんま秒で終わるって感じですけど。じゃあ、はい、答えを聞こう。 C は1です。皆さん揃って。そうです、ね、C が1。はい、正解。重大制覇でございます。ちょっと信じて。の問題いくら持ってこられても僕ら解いちゃいますよ。いくら持ってこられた。じゃあ出してやろう。続いての問題は、はい、なんと、はい、東京大学の問題です。まあまあまあ難しい。いやいやいや、でも今の感じ、まあまあまあ問題は多分分かるんじゃん。問題を理解できたからといって解けるわけじゃないからね。もうまあまあ、そうですね。いやでも、じゃあいきますよ。リンクスタート。クオリティ高すぎるな。確率問題か。勝つのが仮想。負けると B さんに、まあ表が出ると負けると B さんに。え、どういうこと？ちょっと見てみて。あー、なるほど、なるほど、なるほど。確認しますか。大体確認しましょう。はい、コイン投げるんですね。コインは投げて、なんかその表が出たら裏が出たら、そうですね、話が、はい、それは分かった。多分表が出たら1点、あ、はい、裏が出たら相手に渡す。はいはいはい。で、2点取ったら勝ちですよね。多分ね。それは分かった。はい、はい、多分 N 回目に勝つ確率じゃないですか、A 君が。N ってヘビですか。そうそう、ヘビがいる。あー、なるほど。そういうことね。そういうことね。だから N 回目なんですよ。回止めだったんだよね。一旦見てます。じゃあ それと仮定して、それと仮定して、もう一回見てみる。はい、もう一回見てみる。
一回か。二回か。そうそうそう、そうだよ。おお。よん。今さっきと三日月の使い方違うやんけ。N回目。あ、だから N 回目に勝つ確率だな。ついに1点取ってる状況で。そうですね。ちょっとこれ何、これ、これ、これ、そこがそこが分からんのよ。ピエールから竹引いてるんで、ピエール。ピエール。ピエールじゃない？ピエールから竹引いて。で、R は、N だから。あ、ピエール。PN はって言ったり N 回目に勝つ確率、勝つ確率を PN としたら N 低く1回目までに1回勝った状態で N 回目に表が出ればいいってこと。そうですね、はい、テンプレーキャリーからすると P2K と P2K プラス1でやれば P2K の場合は B 君取ってなくて P2K プラス1の場合は B 君が1回取ってるんですよ。 N が偶数か奇数かによって B 君が勝ってるか負けてるか分かるってことですね。そういうこと。答え、はい、はい、はい、改めてお願いします。はい、お願いします。どうぞ。 N が偶数の時、はい、2の N 足す1乗分の N、 はい、はい、奇数の時が2の N 足す2乗分のカッコ N 引く1カッコ N 引く3。こちらの答え、正解。よし、まあまあ、素晴らしい。まあまあドキドキしました。ちょっと間違ってる時もあって、そっからよくとこの N-3 を導き出しましたね。あの、みんな忘れてるかもしれないけど、PA に書きから、を求めた俺ですから、ね。あれは強い。あれは強い。なんならその、今日一嬉しい。多分。ここまでよく頑張ってきたと思います、本当に。その察し力、柔軟な思考、そして計算力、すべてにおいて申し分ない、日本の優秀な学生がここに集っていると。私はもう、日本の未来はね、もう安泰だとね、今確信しました。もうこれで最後、はい、最後、よし、ここ踏ん張りどころですよ、皆さん。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、よーい、ドン。 N あ、極限だ。 N を1に近づけてる。これ極限じゃね、違う、極限っぽいですね。極限っぽいよな。あ、シグマじゃないですかこれ。あ、シグマ、はい。なんでシグマ、これ走るとこちょっとシグマっぽいですけど。そう、確かに。おー、差しえ、あと多分あの社会人から子供になってるじゃないですか。時間の経過表してるんですから。おー、まあ、シグマっすよね。シグマ無限大を求めようと。N イコール1から無限の PN 交互に出してくれ。奇数の時出して、偶数の時出して、奇数の時出して、偶数の時出してっていう。うわ、そういうことか。ああ、なるほど。奇数の時がエグい。そうなんや、分かった。奇数の時どうやってやんのこれ。もうもはや、もはや分からんのよ。2回やります。普通にやるんだったら同じことを2回すればいけます。いやいや、僕も嫌なんで、一応あの未定代入法でいってます。こうなるやつ、こうなるってやつね。はい、ここ2人だよ。へぇ、すごっ。そうですね、この子供の泣いてるという、これをまあ、一応意味はあってつけて。俺、分かった。何なんすか。 PN でしょ。 PN 素晴らしい。だから泣いてる、泣いてる、泣いてる。これは一応、あの、ちょっと寂しいなと思って。いいっすよって感じですね。いいっすよ。はいはい、はいはいって感じ。はいはいって感じ。ということで、はい、答えが出たようだな。おお、出ました。一人を除いてな。確率1超えてるんで。確率1超えは事件。事件だもん。じゃあその答えを、はい、お願いします。せーの、27分の16。ということになります。27分の16。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解！
花の屋さんの著書が4月上旬に発売されます。数学で悩みを解決、新感覚の本になっています。ネット予約始まってるので概要欄からチェックしてね。予約してね。予約してね。買ってね。頼むね。素晴らしい、コングラチュレーション。いやー、もう完全クリア、おめでとう。イエーイ。これはいやでもサードステージいけるな、これで。もうこれファイナル、今ファイナルですか。